ニーリーガーの皆さん、こんにちは。兵庫ブルーサンダーズキャッチャーの小山和樹です。今大変な状況が続き、試合や練習ができないですが、お互い頑張っていきましょう。 Hey guys, my name is Gavin. I'm from America. I play for Hyogo Blue Sanders. I'm a catcher. During these hard times that we can't practice normally, let's all work hard indoors.1つ目はブロッキングです。ブロッキングは進塁や失点を防ぐ重要な場面で、とても大事な動きになると思います。まずブロッキングの注意点、ポイント3つあるんですけど、1つ目はまず膝を素早く下ろすこと。できるだけこう上に上がらないように、できるだけ膝と地面最短距離でパン、もう一回膝をできるだけ早く地面にストン下ろす。2つ目は顎を上げないこと。顎を上げて、一回上げてしまって、じゃあ上げてしまうと体が浮いてしまうので、上体も上がりやすくなるので、股の上とか結構バラバラに後ろに反らしてしまう確率が上がる。なので顎はしっかりつけて、顎はしっかり引いて、膝も早く下ろすっていうイメージで、3つ目は、上体の力の状態なんですけど、硬直してしまうっていう表現なんですけど、まあ、壁のようにこうグーって力入れすぎてしまうと、ボールを遠くに弾いてしまうので、結果進塁とか失点につながってしまうので、できるだけ状態はこうボールを吸収するような形、ちょっと柔らかい状態、できるだけ前に落ちるような状態を意識してもらうと思います。この膝と膝を早くつくことと、顎を上げないこと、あとは状態をこうボールを吸収するようなイメージで、今一回ちょっとっていう意識です。で、次はボールを使ってこの練習を、できる方法。ボールは3球使うんですけど、ちょっと遠め。アウトコース真ん中インコース、アウトコース真ん中インコースでもいいんですけど、ちょっとボールをちょっと遠めに置いて、コースを意識して、それを意識して、まず初めは真ん中を、この時にさっきの注意点3つ、膝を早くつくことと、顎を上げないことと、ボールを吸収するようなイメージで、まず初めは真ん中を練習します。あと3回ぐらい、顎はできるだけ締めて、OK です。次はこっちのボールです。こっちのボールを、それたボール、まあちょっと取りに行くボールなんですけど、この時に、さっきの3つのポイントは意識してもらって、できるだけこう、それているからといって、こう無理にこう肩を入れないっていうところがポイントだと思ってます。さっきの3つのポイントプラス、今のあまり肩を入れすぎずに、できるだけ最短で下ろすっていう意識を持ってもらって、1回じゃあやってみて、はい、もう1回、はい、できるだけ最短で膝をラスト。こっちも一緒です。こっちのボールも一緒で、同じで、できるだけ膝を早く横に、無理に肩を入れずに、できるだけ早く落とすイメージで。じゃあこっちも同じように3回いきましょう。2、ラスト3。じゃあこの動作が慣れてきたら、次はランダムで行います、自分でアウトコース、インコース、真ん中のボールを想定して、ランダムで速く
をできるだけ膝を早くつけることと顎を締めること、肩を入れないことと、できるだけボールを柔らかく吸収するイメージで行います。これが、これでブロッキング以上になります。次はスローイングのステップ運びです。スローイングのステップ運びは盗塁を刺すことはもちろん、正確に、強いボールを投げるということが、なんですかね、大事なんで、その練習をします。じゃあまず注意点3つポイントですね。3つあるんですけど、1つ目は呼吸と同時にしっかり右足を出すこと。この時にしっかりこう取る時に同時にも右足をしっかり出す。で2つ目は、この時2つ目は頭の高さをできるだけ上げないようにしっかりと低い高さで入る。で3つ目は左肩をしっかりピッチャー方向、ボールセカンドの方向にしっかりと向けること。しっかりと取った時に右足を踏み出すこと、しっかりと踏み出す、その時に頭の高さを変えないことと、3つ目はしっかり左肩をピッチャーとセカンド方向に向けるということですね。取ると同時に、次はこの動きを速くするために反復練習ですね、をできる練習ですね、フットワークの練習をやりたいと思います。せーの、右足を踏み出す、で頭の高さを変えない、右足を踏み出せない、頭の高さを変えないと左肩を意識する。で右足はキャッチボールの時から呼吸と同時に右足を合わせる練習ですね。この普段のフットワークでは右足は踏み出せないので、キャッチボールの時からしっかりと呼吸と同時に右足を出す。普段のキャッチボールがスローイングの正確さだったり強さに直接関わってくると思うので、まずはキャッチボールを大事にしてほしいです。これでスローイングのステップは以上です。次は基本となる、構えです。構えはピッチャーの的だったり、小さく見せるのではなくて、できるだけ大きいようにピッチャーに投げやすいように投げてもらえるようにするような構えが基本だと思ってます。ポイントとしては、まず一つ目、肩幅か、少し肩幅より広め できるだけつま先はピッチャーの方向に向けます。そのままスクワットするイメージでしゃがむ、これが一つ目です。でこの時に2つ目なんですけど、膝を見てほしいです。ヤビさん横向いてます。この時に膝がこう出ないようにする。この状態でちょっと関節硬かったり体が硬かったりしたら苦しいかもしれないんですけど、この時にできるだけ膝が出ないようにするような構えですね。で次は姿勢、猫背にならないように猫背にならない。あと足もこう内股になったり外に開きすぎたりしないように、楽な状態で、この状態で膝を前に出さずに楽な状態で、
この上体、上半身の力を抜くことで自然と足も楽に動けるようになるので自然と力が入らないいい構えになると思います。俺一人で行ってるけど、だからあと膝が出ないこと、膝が出ないことと猫背にならないように上半身力抜いて抜くことで手首も力抜けるので自然といい構えになると思います。これがいいキャッチングにつながってくるので、ね、ちょっとそこを意識して構えてみてください。これで構えは終わりです。